京王バス南大沢営業所、吉木折返市場、京王バス南大沢営業所は、東京都八王子市南大沢5丁目26番1号に、所在する、京王バスの営業所である。当初を表す、社内識別記号は、M。京王相模原線の南大沢駅、京王堀の内駅を、主なターミナルとして、一般路線バスは、 八王子市南部を運行エリアとする。また、多摩ニュータウン内を発着する高速バスや、空港連絡バスも担当する。最寄りバス停留所は、ダイリアと公園。南大沢駅が開業するまでは、南大沢2丁目停留所が、現在のフレスコ南大沢の前にあったが、駅開業とともに役目を終えて廃止された。京王電鉄バスから引き継いだ小型車。 日産ディーゼル RN 内は共同運行路線。北野駅南口、北口周辺の経路は、北野駅周辺のバスの経路を参照。南大沢団地循環が南大沢駅南側をカバーする循環路線で、神奈川中央交通との共同運行。南大沢駅を14時以前に出発する便は、赤石公園先回り、それ以降は太平公園先回りである。 南大沢五丁目循環南大沢五丁目周辺を運行する循環路線。南大沢駅を13時以前に出発する便は、大イリアと公園先回り、それ以降は、山徳プラザ前先回り。南大沢団地循環とは異なり京王バスの単独運行である。大イリアと公園始発、終着は出入小便。玉見線2009年9月1日。 大理教、やり水住宅入口経由、やり水中学入口行きの南61が運行開始。従来運行されていた都営住宅西泊まりの運行はなくなった。2014年4月14日のダイヤ改正時に、やり水中学入口を水はじめ団地入口に解消。土休日の朝一本のみ、やり水住宅入口を経由せず、水はじめ団地入口。 多摩美術大学へ向かう便も存在したが、2021年11月16日のダイヤ改正時に、水始め団地入り口までの運行に短縮された上で、運行も休日はさ一本のみに減便された。橋本線かつて運行されていた橋13の代替として、南大沢駅で分割し、橋本駅側を南63として新設した。なお、 京王堀の内駅中央大学館は堀り例語となったが2004年に廃止された。京王バスでは橋本駅に乗り入れる唯一の系統であり、橋本駅発着の他の路線は神奈川中央交通とその子会社が運行している。絹の道として栄えた槍水地区を通る古い路線である。槍水入り口坂下で市境を越えて町田市に入り、 坂下橋本本町で都県境を越えて相模原市緑区に入る坂下バス停の自動放送では以降の停留所は神奈川県内となるため東京都シルバーパスが利用できない旨が案内される東京都シルバーパス利用者が都県境をまたいで乗降する際は神奈川県内の普通運賃を支払う2021年4月より湯月街道の一部で 経路変更を行い、旧経路上の西小学校前と、新明神社前の停留所が廃止され、新経路上には協力橋、日陰橋、柏原橋の停留所が新設された。下遊戯線南64は、かつて運行されていた橋13の代替として、南大沢駅で分割し、京王堀の内駅側を、南64として新設した。奇襲点が、 同じ長池線とは、経路が全く異なり、京王相模原線の北側を、主に運行する。首都大南大沢北経由と案内される。2021年4月26日より、桜80とともに、経路変更を行い、吉木中央小学校バス停を経由しなくなった。その代替として、三森橋バス停が設置された。堀64は、 もとも京王応堀の内駅発の平日深夜バス一本のみの運行だったが、2021年11月16日のダイヤ改正で、吉木中央小学校を経由して、京王堀の内駅に戻る循環路線の廃止による、振り替えで、6時台後半から10時台前半と17時以降も、両方向運行されるようになり、南64の区間便としての役割を担う。 吉木桜線桜80桜88桜84は野園街道を主に経由する系統群で鉄道での乗り換えが不便な京王相模原線と京王線の優等列車停車駅を結ぶ役割を果たしている。帝京大学入り口から関場で市境を越えて多摩市へ乗り入れる。関場バス停は多摩モノレールを塚 帝京大学駅の最寄りバス停で、関場と案内される。桜80は深夜バスも運行されている。桜83は、吉木折り返し場までの区間便で、深夜バスも運行されていた。日中は桜80、桜88が20分間隔で運行され、並走区間では、約10分に1本という高頻度になる。堀桜1000桜88。 成石桜ヶ丘駅からは、吉木桜線と、同経路を通り、手前で曲がって、京王堀りの内駅のバスロータリーへ入る。日中は迂回して、フェアヒルズ経由となる。桜88が、フェアヒルズ経由の時間帯は、成石桜ヶ丘駅、大竹橋間、それ以外は、成石桜ヶ丘駅、柴原間で、桜80と、桜88が合流する。 相模原線、京王バスでは、相模原駅に乗り入れる、唯一の系統で、桜84は、神奈川中央交通との共同運行。成石桜が丘駅、フェアヒルズ入り口では、堀桜線と、同経路を通り、フェアヒルズ入り口の先で分岐し、大田川沿いに、板橋大田橋を経由して、南大沢駅前ロータリーに入る。そして一旦来た道を戻り、 大田橋バス停手前を曲がって南下し、町田市を経由して、境川を渡り、都県境を越える。相模原市中央区に入ると、在日米軍相模総合補給所を避ける形で、迂回し、相模原駅北口へ至る。板橋経由と案内される。以前は、終日1日6往復が運行され、午前の3本は京王が、午後の3本はカン中が担当していたが、 2021年4月より、京王単独の区間便となる南84が、と休日限定で設定され、これにより、と休日の午前は、早朝一本の相模原駅行きを除いてすべて、区間便の南84に振り替えられた。なお、神奈中は引き続き桜84を午後に、終日3往復担当する。 見つけ橋、循環京王掘りの内駅を奇襲点とする、循環路線。掘り例1と堀、掘り例2は、同一経路であるが、京王掘りの内駅発13時までは、せせらぎ橋先回り、それ以降は、電線寺先回りが運行される。なお、見つけ橋は、四ツ谷見つけ橋を、長池公園に移築したものである。神奈川中央交通との共同運行。 京王と神奈中の便がほぼ交互に運行される。2020年9月5日のダイヤ改正で、平日朝以外は両者合わせて1時間2本程度に、減便された。長池線掘り霊山見つけ橋循環とは異なる、経路を通り、見つけ橋と南大沢団地の両方を経由して、見つけ橋方面から堀、掘り1、掘り2が通らない、南大沢駅方面に向かう。 23時30分以降は深夜バスとして運行され、深夜バスは、京王バスのみの担当である。奇襲店が、同じ下遊戯線とは、経路が異なり、京王相模原線の南側を主に走る。長池小学校入り口経由と案内される。2020年9月5日のダイヤ改正で、1時間2本程度に、減便され、終社時刻も繰り上げられ、 平日に運行されていた深夜バスが廃止された。東京薬科大学方面掘り04平日の朝夕と、と休日の朝のみ運行。平山城市公園近くにある、同大学への通学路線である。同大学への一般路線バスは、東営業所が、豊田駅南口からのシャトルバスは、京王自動車が運行している。東山住宅線京王掘りの内駅と、 建て住宅地の多摩ニュータウン東山を結ぶ循環路線。東山住宅内幹線道路の開業に伴い2016年4月1日に開設され、掘り零録を置き換えた。吉木八千八王子駅南口と南大沢駅を結ぶ、京統群。京大相模原線と JR 中央線を結ぶ路線のため、通勤、通学などの利用者も多い。 内越交差点金ヶ岡2丁目付近までは、野園街道を経由する。メインは860で、日中は1時間に4本程度の運行である。早朝、夜間は860の他に、北の駅発着の区間便である北礼に、北礼さんが運行される。平日朝は北礼に飲み、全日夕方は北礼さんが運行される。殿が、やっと、吉木折替芝経由と案内される。 中山線861.863、北礼4は、中山経由となり、八重峠、柳沢間が別経路となるが、この区間は、本数が非常に少なく、861は、平日が1日4本で、土休日が1日6本のみ、863は、平日に1日2本のみ、北礼4は、平日はさ1本のみの運行である。中山経由と案内される。 東急片倉大線東急不動産が開発した小建分譲地、東急片倉大団地と八王子駅、北野駅を結ぶ路線。かつての路線名は東急線であったが、東急南野線の新設により、東急片倉大線に変更された。2012年3月より朝夕のみの運行となり、865は、 全日日中以外の時間帯、日中は869のみが運行される。869と異なり、原則的に朝夕ラッシュ時も含め全時間帯で、八王子駅南口発着の865として運行されるが、と休日の早朝、深夜のに往復は865の代わりに、北野駅、北口港の北礼後が運行される。なお、八王子駅南口から片倉台や、 片倉高校大社席に向かう場合は、神奈川中央交通の877も利用可能である。東急南屋線2003年に、東急片倉大線の一部便を延長する形で新設された。八王子南屋駅発平日朝8時30分までと、全日18時30分以降は、北の駅発着の区間便である北06として運行される。 それ以外の時間帯は、869のみが毎時4本程度運行される。北06は、朝は、北野駅南口発着、夕方は、北野駅南口経由北野駅北口発着になる。新設後の短期間は、元の終点で折り返し場のある、片倉台バス停を経由していた時期があった。その後、東急南野線は、片倉台には停車しなくなったため、 東急片倉台線の運行のない時間帯は、片倉台小学校西から歩く必要がある。西部北の台線、片倉台を経由して、西部不動産が開発した、小立分譲地、西部北の台団地と北の駅を結ぶ。西部北の台団地は、八王子バイパスを隔てて、東急片倉台団地と隣接している。片倉台方面の路線の多くが、 北野台一丁目経由であるのに対し、この系統は、若葉公園経由である。平日朝6時から8時台のみ、北野駅南口発着、それ以外は、北野駅北口発着となる。2010年3月19日、北07を短縮する形で新設された。2016年4月1日、それまで、土休日しか乗り入れがなかった西部北野台への、 定期運行が開始された。これに伴い868、北08は廃止された。吉木堀線平日一往復のみの運行。内越交差点金ヶ丘2丁目付近まで、東京都道160号、下湯木八王子線の新道区間である、内越新道を経由する。吉木発線は、従来の東京都道160号、下湯木八王子線を経由する。 南洋大戦2019年4月1日新設。平良霊山系統のうち、平山城市公園駅東京薬科大学館を廃止し、北野駅東京薬科大学館のみに、区間短縮された系統。北21は平日朝のみ、北22は平日日中と、と休日に運行される。 八南玉見線八王子駅南口と玉美術大学を結ぶ急行便。記載停留所のみ停車し、途中は無停車。薬大線かつては平霊さんも運行されており、平日日中は基本的に平霊に、平霊さんがそれぞれ40分に1本の間隔で、平山城市公園駅東京薬科大学館は合わせて20分に1本の運行であった。 2019年3月31日をもって、平礼さんが廃止。翌4月1日以降は平0にのみ40分に1本の運行となった。平01は、平日の朝と夕方に、それぞれ数本のみの運行。平04は、平山城市公園駅方向が、朝7時台に1本のみの運行。高架大船南大沢営業所への、 出入庫系統のため、往復運行は一便も存在しない上大学の開校時間より乗務員の中休みに沿ってダイヤが作成されており、運行時間にばらつきがある。本数は1時間に1本程度。なお、八王子南谷駅、八王子駅南口からは、片柳学園が独自にスクールバスを運行しており、 東京工科大学及び隣接する日本工学院八王子専門学校の学生はそちらを利用する人が多い。京王線北野駅は駅西側に国道16号八王子バイパスが通りバイパスにより北口と南口が分断されている。歩行者が北口と南口を移動する場合は連絡通路を渡ることになる。駅周辺の道路がこうした構造のため 北口と南口それぞれのの駅前ロータリーにあるバス乗り場を経由するのに迂回せざるを得ず同じ系統でも方向や時刻により経路が異なることがある新宿橋本線従来は南大沢駅行きであったが2011年5月9日より橋本駅まで延長運行するようになった新宿駅西口と若葉台駅で乗車でき その他の停留所は校舎専用である。ニュータウン急行ニュータウン急行と呼ばれる路線で、平日深夜に1便のみ運行する。京王玉センター駅で、京王相模原線最終の各駅停車から接続を受ける。従来は、南大沢営業所もより停留所のダイリアト公園行きであったが、2011年5月9日より、橋本駅まで延長運行するようになった。 途中停留所では、多摩境駅を除いて乗降できる。乗務員に申し出れば領収書の発行が可能。東京空港交通と共同運行する、空港連絡バス空港連絡バス、羽田八王子線の高尾駅南口発着便は、早朝と夜間のみ。2006年3月16日に、成田玉センター線、2007年6月1日に、羽田玉センター線を、 始発バス停を多摩センター駅から南大沢駅へ延伸したことに伴い、調布営業所から移管された。2016年12月10日から羽田多摩センター線で多摩センターにあるサンリオピューロランドと KO バスのコラボレーション企画としてサンリオキャラクターがラッピングされたサンリオピューロランド号を運行開始した。さらに2017年7月7日から成田。 多摩センター線でもサンリオピューロランド号第2弾を運行開始した。専用車両は外観だけでなく内装や案内放送なども特別仕様となっている。2017年12月16日、羽田若葉台線を調布営業所から移管された。富士山5号目線はオフシーズンは川口湖駅までの運行となる。英福町営業所と共管。 2013年11月22日、中央高速バス立川飯田線を新設。当時は、南大沢駅発着便は一往復のみ、他は、立川バス、廃島営業所からの発着であった。2016年9月16日から、京王バスの担当便は、立川駅南口発着、稲バス、立川バスの担当便は、 秋島駅南口発着に変更となっている。帝京大学中学校、高等学校のスクールバスの運行を受託し、豊田駅北口、平山城市公園駅、多摩センター駅より運行している。生徒専用スクールバスで一般客の乗車はできない。京王バスカラーに学校内里の青い専用ラッピングを施した車両が在籍する。方向幕は、 京王の固定表示となっている。2020年現在、国産4メーカーを採用している。京王電鉄バス時代は、イスズ自動車製の LV 系が主力で、京王帝都電鉄が、積極的に採用した、機械式 AT 車であったことが特徴だった。2006年頃までに除籍されている。同時期には、他の営業所でも日野自動車。 三菱自動車工業の機械式 AT 車が導入されていた。また過去の特徴的な車両として、三菱不装、エアロスターの M39881 号車は、元は多摩美術大学の自家用バスだったものを2004年に中古購入したものである。京王では中古車導入自体が珍しく、ニューエアロスターでは希少な二段ッシ窓を有していたが、 その後除籍されている。1995年以降は、KO バスグループの他の営業所と、同様、日産ディーゼル車が多数導入され、大型車としては、2005年に UAK、2007年に RAK、1999年から大量導入され、乗務員から、もやしと呼ばれた、中型長弱車の JPK が在籍する。2008年8月からは、 中型長弱車の三菱不走、エアロミディ S も導入された。小型車は、かつては、京王帝都電鉄京王電鉄バスから引き継いだ、日産ディーゼル RN が多数所属していたが全廃、コミュニティバスの運行受託路線もないため、その後の新規導入はない。日野自動車としては、2006年に日野ブルーリボンに、その後、2009年から上記で述べた RN の、 代替えとして、日の、レインボー2が導入された。2011年の UD トラックスのバス、事業撤退後は、J バス製や三菱不走製の大型車が導入されるようになった。2014年には、ハイブリッド車のイスズエルガハイブリッドが導入された。2016年からは新型エルガブルーリボンも導入されている。KO ライナーに使用される5000系電車を模した。 ラッピングを施した KO ライナー号が多摩営業所に続いて2017年には南大沢営業所でも一台導入された。南大沢営業所の KO ライナー号は三菱不走エアロスターを使用している。高速バスでは羽田多摩センター線、成田多摩センター線でサンリオピューロランド号を運行しており、車体や内装にサンリオのキャラクターが描かれている。 1> 第1弾は三菱不装、エアロエース1台を、転用改造して、ピンク色ベースのラッピングを施し、第2弾は、日野、セレガの新車1台に、水色ベースのラッピングがされている。サンリオピューロランド号専用車両では、行き先表示にフルカラー LED を搭載して、ハローキティのイラストを表示する。ありがとうございます。